はい、ジェイクです。今日は、このスパーのカラカラの部分が1個なくなったよね。それを直します。でも、なんか、外れてしまったんかな思ったけど、よう見たらこれ中、コロコロ転がるから、穴も大きくなってるし、この真ん中のピンがね、もう、細くなってきてるんで、ちびって。なので、もうどっちも付け替えようと思います。まずはこの残ってる方ももう外してしまおうかな。このね、間に細いのがグラインダー入るかなと思ったけど、ちょっと狭すぎるんで、こっちの潰してある方を削ります。ピンもね、こんだけ細くなってましたわ。ほんまはね、僕はこのジングルボブっていう、こういうのが好きなんやけどね、これ金属に当たるとチンチンチンって結構いい音がするんで僕は好きなんですが、このタイプはなかったので、今回はもう普通のプレーンのピンに、これはいいんよね。割りピンで抜けなくするやつ、交換が非常に楽。古いやつやねんけど、もう真ん中の穴ももうだいぶ大きくなってるよね。だから新しいのに変えます。
もうスペアとしても買っといたんで、これらはまとめて入れて、もしね今回みたいに1個だけなくなった時も応急処置で直す時とかはこれを使います。